人種主義、人種主義、人種主義、レイシズムとは、人種間に根本的な優劣の差異があるという、人種差別を正当化する思想。ただし現在では人種のみを対象とした考えで、あるとはみなされない見解多い。人種主義と訳されるレイシズムは、語源的には、人種を語彙とするものであるが、現在では単に人種のみを対象とした言葉であるとは、みなさない見解も多い。 は一定の人間集団を、より価値があるとみなされた集団の基準によって劣等と分類し、それに基づく扱いを行うことであるとみなしている。人種主義の歴史を表したは、近代以降の時代において、全近代的構造やヒエラルキーを維持するため、社会的関係を生物学化することで正当化しようとしたものであるとし、欧米における人種主義の開始を1492年の スペインからのユダヤ人追放であるとしている。これらは人種概念がしばしば国民や民族と混同されていることにも現れている。人間の集団間に差異があるという思想は古代ギリシャの人々が自らをヘレネス、他民族をバルバロイと呼んで別視していた事例など古くから用の東西を問わずに存在している。しかし人種という概念自体が 歴史的に普遍的なものであるか、近代の西洋において発生したものであるかということについては議論があり、現在では後者が優勢となっている。西洋においてこのような思想が理論付けられ始めたのは17世紀頃のフランスにおいてであり、貴族という特権階級を正当化する目的が最初期の人種主義であった。当時の哲学者はその意向、 フランス貴族についてにおいて、当時のフランス貴族はフランク人の子孫であり、従って、大多数のフランス人とは、生物学的特徴、人種が異なるとして、その優位性を説いた。ブーランビリエの議論には、地の純粋性が強調されるなど、後年の人種主義理論の方がと見られる部分が存在する。また、フランス人という民族的な貴族意識を、 生物学的な特徴で分断するという点において、民族主義と人種主義は対立する概念となっている。デイビッド・ヒュームは、白人以外の黒人や黄色人種など他の人種には芸術もなく劣っていると説いた。また18世紀になって、博物学が流行し、あらゆる生物の分類が進められるようになると、人間の中にも種があると考えられるようになった。 カール・フォン・リンネは人類を四つの種に分類し、その後の学者たちもそれぞれに分類を行った。その中の一人、ヨハン・フリードリヒ・ブルーメンバフ派は、白人、コーカソイド、モンゴル人種、モンゴロイドなどの種区分を主張し、広く用いられるようになった。リンネやブルーメンバフ派は、白人種を最も要望が整った、相違性や、発明の際にもなどと評価していたが、 明確な差自体は理論付けされていなかった。一方で、ウィリアム・ジョーンズによるインドイコールヨーロッパ語族の発見は、インドとヨーロッパの人種が同祖であるとい、アーリアン学説を生み出した。アルティウルド・ゴビノーは、アーリア民族説に基づき、人種の不平等についてを表した。ゴビノーは、人種が不平等なのは自明であり、社会構造の問題は人種によって決定付けられると、 した。またヨーロッパにおいて貴族が衰退したのは人種の根校によるものであるとした。ただし、ゴビノーの主張自体は当時ほとんど注目されず、渦漏れた思想であった。イギリスからドイツに移り住んだヒューストン・スチュアート・チェンバレンはゴビノーの見解を天才的と評価したものの、人種は育種によって優秀な人種に成長しうるとした点で異なっている。これには、 当時の優勢学の見解も影響している。チェンバレンの著書十九世紀の基礎はドイツでベストセラーとなり、ビルヘルム二世やアルフレート・ローゼンベルク、アドルフ・ヒトラーらに影響を与えた。こうした白人種の優秀性を唱える思想はヨーロッパに広がり、二十世紀初頭にはほとんど自明のこととされていた。これには古代から西洋人に受け継がれてきた。 価値観や当時台頭してきた進化論の影響が見られる。ソビエト連邦のヨシフ・スターリンがポーランド人やアジア人に対して行った政策、ハリー・エストルーマンが下した広島市と長崎市への原爆投下の決にもこうした人種主義が影響しているという指摘もしばしば行われる。一方で日本が戦前に中国や朝鮮半島の人々に対して行った政策、 青年トルコとによるアルメニア人虐殺にも自民族を優位みなす人種主義があったという指摘がなされている。アメリカにおいては先住民、インディアンなどとの異を強調して収奪を正当化する目的もあり、人種主義的見解が盛んに行われた。分類ではなく人種主義の前提としての人種がアメリカで創出されたという見解も存在している。 南北戦争後には黒人に対する人種主義的攻撃が盛んになり、20世紀初頭の移民が制限される頃になると同じヨーロッパ系人種間の人種主義攻撃も盛んとなった。また優勢学の発展がいち早く進んでいたのもアメリカであり、第一次世界大戦期にはいくつかの州で男子法が制定されたが、違憲判決が出されて執行している。 アメリカ政府の根幹をなす移民政策においても、人種主義が反映された時期があった。アメリカの人種主義者で、欧州の人種史、あるいは偉大な人種の消滅を出版して、北方人種の優越、ノルディクイデオロギーの普及に努めていた人類学者、マディソン・グラントが、政府移民政策の顧問として承知された。グラントは、北方人種の区域とされた北欧からの移民は、無制限とし、 それ以外の欧州からは移民を選別し、そしてヨーロッパ以外のアジアやアフリカからの移民は身分や能力に関係なく禁止とする規定を提案した。この提案は1924年移民法としてカルビン・クーリッ政権で施行された。日本からの移民も禁止されたことからハイニチ移民法と呼ばれることもあるが、前述の通り日本以外にも全ての黄色人種、黒色人は 移民が禁じられている。1924年移民法が完全に撤廃されるのは冷戦時代の1965年となる。ドイツ帝国時代からドイツにおいては、と呼ばれるドイツ民族史上主義的思想が台頭していた。これらの中ではユダヤ人が人種であり、ドイツ民族に害毒を与えるという反セム主義層も勃興していった。 第一次世界大戦の敗北後、非武装地帯とされたラインラントには連合国軍の兵士が駐留することになったラインラント占領。最大規模の軍であったフランス軍には、セネガルやアルジェリア出身の黒人兵士が多数存在しており、彼らによる交換事件が報じられるなど、ドイツ民族が黒い侮辱を受けているというキャペーンが頻繁に行われていた。バイマル共和制政府も、 国人兵士の撤退を要求するなどこの風潮は一般的であり、独立社会民主党を除くすべての党派が同調していた。1922年、ハンス・ギュンターによるドイツ民族の人種学が出版され、大きな注目を集めた。ギュンターはこれによって、人種論のスターに踊りで、後のナチズムの人種論においては、最も頻繁に要される権威となった。ギュンターの理論では、 ヨーロッパの白人種を四つの種に分け、そのうちの北方人種こそが、最も美しい容姿を持ち、創造的才能を持つ者が多いとした。このような状況下で台頭していったのが、国家社会主義ドイツ労働者党、ナチ党である、アドルフ・ヒトラーが、ナチズムはもっぱら人種に関する初認識から生まれた、一つの民族的政治理論で後したように、ナチズムの最も特徴的な点が、 人種主義であった。ナチスドイツにおいては、ニュルンベルク法やホロコーストを含む、ユダヤ人迫害などの人種主義に基づく政策が実行された。現在、生物学的な見地からこうした人種理論は疑似科学として扱われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。